よう。なんだ、任務か。さあ、あっちのね。なんだよ、また裏切りか。スザクを出てってまで何がしたいのかね。隣の芝生は青く見えるってのもあるんだろうが、塔が立った人間にとってはなおさらなんだよ。まあお前らは違うだろうけど、魔法が使えるってのはやり方によっちゃ地位も義理もいくらでも掴む方法があるのさ。興味ねえよ。だろうね。ま、任務よろしくね。よし、連れてってくれ。ええ、へえ、本当に亡命するつもりなんだ。クラスゼロの候補生、まさか諜報課からの任務か。そういうことを口走るから処分命令が出るんだよ。待ってください、スザクの方、見逃してください。んなことできるわけねえだろ。私たち愛し合っているのです。は？お互い身分のある身ですが、それを捨てコンコルディアの田舎に逃げようと。駆け落ち？だから。だから見逃せってアホ言うな。分かった、任務は私の処分のはずだ。彼女は見逃せ。ダメです。黙ってろ、あんたらに選択権などない。さて、しらけた。とっとと行け。いいのか。行きましょう、早く。ああ、助かった、ありがとう。いいのですか。どうでもいいだろ、あんなの。国外追放ってのも処分なんじゃねえの。何をするつもりだったか知らねえが、くだらねえな。あ？んだこの書類。ご苦労さん、なんだいよって。ターゲットが持ってた。私じゃ何のことか分かんねえから、あんたに渡しておこうと思ってね。不死研究？んじゃ渡したよ。ああ、少し調べてみるか。